はい、名前は三辻富紀夫と申します。ゲームの中では MTJ という名前で出ております。私は台東在籍時、主にゲームデザイン、そして、自分のゲームの、キャラクターおよびその他グラフィックのデザイナーも兼任していました。私の主な作品は、バブルボブル、レインボーアイランド、スーパーデッドヒート、ハレーズコメット、ボルフィード、サイバリオンなど、まあ、多数あります。まあ、続編というとですね、最近もよく見られる現象なんですけれども、すぐにまあ同じキャラクターで同じゲーム性、ということがまあ考えられるわけなんですけれども、本作は企画段階から、全く前作とは違うものにしようと考えていました。で、そのためですね、まあ企画を一から考えなければならないということで、まあ、非常に苦労も多かったのです。で、私があえてそのようにしたのは、マネリズムというものがですね、ゲームにとっての大敵であるというふうに考えていたからです。現在はですね、ゲームデザイナーなど、まあ、企画者を育成する、まあ、業務に専念しております。ですから、これから私がゲームを作るということではなく、私が育てた人たちがですね、たくさんのゲームを作ってくれるということを、まあ、期待しています。そうですね、先ほども申し上げました通り、これはもう私の人生観につながることなんですけれども、一生のうちでできること、自分一人でできることというのは限りがあるということで、そうではなくて、例えば私が木になるのではなくて、木を植える人になる、そういうことです。はい、まずですね、最近のゲームというのは、まあ、非常にですね、複雑になり始めているというか、まあ、すでに複雑になっているというふうに考えています。で、難しくなったかどうかということで言えばですね、まあ、アイデアが枯渇しているという側面があり、同一の、まあ、ゲーム性のものが多い分ですね、プレイヤーの方が非常に慣れてきているということで、難易度も必然的に上がる傾向が多くなっていると思います。ですから、まあ、より多くの方にですね、ゲームを遊んでいただくためには、斬新なアイデア、なおかつ、分かりやすいゲーム設定、ということ、まあ、すなわちシンプルで奥深いという要素が、まあ、これからのクリエイターに非常に求められている要素ではないかと思いますし、また斬新な要素というのも、ぜひともですね、これからのクリエイターたちに追求していっていただきたい要素だと思っています。